そんなわけで第2弾だよ。早かったね。いつもなんだかんだで間を空けちゃうからね。今回も失敗から見つかった科学の大発見を4つ紹介しようと思うよ。と言っても2つはポリエチレン関係なんだけどね。むしろポリエチレンだけで動画1本できたのでは？まずは早速ポリエチレン関係の発見で、カミンスキー触媒。カミンスキー触媒は前回紹介したティーグラー、ナッタ触媒。以下は ZN 触媒と訳させてもらうけど。それと同様にビニルモノマーの10号触媒で。カミンスキー触媒も ZN 触媒と同様に石油化学産業にとって非常に重要な発見となった触媒だよ。カミンスキー触媒はオリジナルの ZN 触媒が不均一触媒であるのに対して溶媒に溶解する均一触媒であり、触媒の構造が制御されているため触媒反応の活性点が均一である。いわゆるシングルサイト触媒であることが特徴で、シングルサイト触媒はマルチサイト触媒と比べて触媒活性が高く、高分子量でかつ分子量の揃ったポリマーを作ることができ、さらにプロピレンやシチレンなど機関機を持つオレフィンの場合には機関機の向きが、揃ったポリマーができる、いわゆるイソタクチック選択性があることなどが利点となっているよ。より多機能な触媒になっているんだね。カミンスキー触媒は1957年にハンブルグ大学のカミンスキー教授が、ZN 触媒を用いたエチレン10号の反応機構を研究する過程でたまたま発見されたものだったよ。カミンスキー教授はメタロセンと呼ばれる2つの環状炭化水素配位子で、金属原子を挟んだ構造を持つ有機金属錯体を触媒に、アルキルアルミニウムを除触媒に用いた ZN 触媒の形を調べていたんだけど、アルキルアルミニウムは酸素や水分に対して不安定であるためそういったものが、混入しないようなセットアップをして実験をしなければいけないところを、実験を担当した学生が横着して空気が混入し得るような簡便なセットアップで実験を行ってしまい、案の定、計に湿気が入り込んでしまったよ。実験失敗だよね、普通は。ただ、この反応ではミスが逆に幸いし非常にスムーズにポリエチレンが生成したよ。この結果を受けて試しに意図的に触媒として北の線ジクロリド、除触媒としてトリメチルアルミニウム、TMA を用いた計に水を添加すると、反応速度が105倍にも増加することが分かったよ。水を入れちゃダメな実験が水を入れたら良くなったって。普通に研究してたら絶対たどり着けなさそう。さらに調べると、計に混入した水は除触媒の TMA と反応して、メチルアルミの基酸、MAO という物質を与えていることが分かり、そこで MAO を別途合成して北の線と組み合わせると活性はさらに100倍。向上することが分かったよ。こうして ZN 触媒の発展型の一つとしてカミンスキー触媒の形が発見され、ZN 触媒とともにプラスチック産業になくてはならない触媒になっているよ。そんな偉大な触媒が学生の横着で失敗した実験から見つかったというのもなんというか、何が良い方向に転ぶかわからないものだね。そしてこの関連でお次は高温高圧法。ZN 触媒やカミンスキー触媒のような優秀な触媒が開発される前は、エチレンを高温高圧にして重合させる高温高圧法でポリエチレンは製造されていたよ。現在ではほぼ使われていない製造方法ではあるけど、プラスチック産業の発展の過程で重要な役割を果たした工業的製法であることは間違いないよ。そして実はこの製造方法も偶然の産物だよ。さっきからポリエチレンの製造法、全部偶然に見つかってるな。1933年に英国のインペリアル・ケミカル・インダストリーズ社が、完全に基礎研究の目的で超高圧での化学反応の研究を行っていたんだけど、1933年に170度、1400気圧でエチレンとベンズアルデヒドの反応を試みたところ、期待した生成物であるフェニルエチルケトンの代わりに、反応器の基壁が蝋状の物質で覆われているのを発見し、これがポリエチレンだったよ。ただ、この方法は再現性を取るのが難しく、なぜかエチレン単体を同じ高温高圧にすると、爆発的に分解してメタン、水素、炭素などが生成してしまい、ポリエチレンは生成しなかったよ。爆発する反応を調べるのは大変そうだけど。それでもなんとかこの反応を調べていった結果、180度になると反応器の圧力が下がるので、そこでさらに追加のエチレンを入れて、再び圧力を上げるという操作をするとポリエチレンが得られることが分かったよ。じゃあなんでこの条件だとうまくいくのかというと、なんと圧力の低下は反応器の継ぎ手に漏洩箇所があったせいだということが分かり、
さらにそのせいで起きた圧力低下時に追加で注入したエチレンガスには微量の酸素が混ざっており、それがラジカル10号の開始剤として作用していたことがわかったよ。特に混入した酸素の量は絶妙で、もしもっと少なければ10号反応は起きなかったし、より多ければ爆発的な分解反応を引き起こしていたものと考えられるよ。なんという絶妙な異物混入。なお余談だけど、触媒だけでなく、ポリエチレン自体も実は偶然の産物だよ。ポリエチレンは1898年にドイツの科学者ハンス・ボン・ペヒマンにより初めて発見されたんだけど、ペヒマンはそのような高分子を作る研究をしていたわけではなく、有機化学の研究者として合成手法や化合物の反応性について研究をしていたよ。ペヒマンは非常に反応性の高い試薬であるジアゾメタンの発見者でもあり、ジアゾメタンの分解反応について研究している際に発生したワックス状の白色固体を調べたら、メチレンが無数につながった構造をしている物質であることを突き止め、それをポリエチレンと名付けたよ。ポリエチレン産業、偶然だけで成り立っている説。それは言い過ぎだけど、多くの幸運な偶然に見舞われたことは間違いないね。お次はモーブ。モーブは工業的に生産された世界初の合成染料で、紫色の染料として広く利用されていたよ。他にもモーベインやアニリンパープルとも呼ばれ、名前からわかる通りアニリンから作られる紫色の染料だよ。ちなみにモーブはフランス語でゼニアオイを意味する言葉で、染め上げた生地の色がゼニアオイの色に似ていることに由来するよ。染料も花も綺麗な紫色だね。紫色の天然染料としては古代から地中海の貝から取れる貝紫が知られていたけど、貝一匹から取れる量がごくわずかであるため、富と権威の象徴として高貴な身分の人たちしか使えなかったよ。なお余談だけど、英語では王族や貴族の家に生まれることをボーンインザパープルというよ。高価ゆえに紫を身にまとうことステータスだったんだね。しかし19世紀になると石炭を還流しているコークスが鉄の精錬に用いられ、石炭ガスがガス灯の燃料に用いられるなど、ヨーロッパでは石炭がエネルギー源として普及したんだけど、石炭を還流した際に残るコールタールに使い道がなく、捨て場所にも困っていたため何か良い利用方法がないか研究されていたよ。アニリンもそのような流れの中でコールタールから得られるようになった物質の一つだったよ。後の時代から見ると、石炭を使い始めたことで染料が開発される下地ができたんだね。そんな時代にウィリアム・パーキンという10代の若者がキニーネという物質の合成に取り組んでいたよ。キニーネはマラリアの特効薬だけど、天然物であり量を確保するのが難しく、人工的に作れるようになることが望まれていたよ。10代で大志を抱いている系の人だね。ホフマンの元で研究していて、キニーネの合成もホフマンの与えたテーマだったらしいよ。パーキンはアミリンとキニーネの化学式が似ていることに着目し、アミリンを酸化すればキニーネができるのではないかと推測し、1856年に硫酸アミリンをフタクロム酸カリウムで酸化するという実験を行ったよ。なんというか、かなり薄い根拠で試した実験だったんだね。当時はまだ原子が存在してるかどうかで議論していた時代だからね。仕方がないよ。そして結局バーキンの当ては外れ、この反応ではキニーネはできなかったよ。でも、得られた黒紫色の半分以上は後にモーブと呼ばれる物質であり、絹を紫色に染めることができたよ。パーキンは自身の発見したモーブの工業的価値にも気づいており特許を取得。建築業を営んでいた父親や兄を説得して出資してもらい、発見の翌年の1857年にはパーキン&サンズという会社を設立してアニリン染料産業の先駆けとなったよ。また、1862年にはロンドン万国博覧会においてビクトリア女王が、モーブで染色した絹のガウンをまとって出席したことでヨーロッパ中の話題になったよ。発見から短い期間の間に大きな成功を収めたんだね。キニーネを作るのには失敗したけど、それに匹敵するほどの価値があるものが作れたと思うよ。なお余談だけど、モーブに含まれる色素であるモーベインには、A、B、B2、C の4種類が知られているけど、これらの分子骨格にはメチル基が含まれる箇所があり、これらはアニリンの誘導体であるトルイジンに由来するものと思われるよ。このことからモーブを作るのに使われたアニリンには相当量のトルイジンが含まれていて、結果論だけど、それも良い色合いのモーブができた要因だったよ。不純物の混入も失敗じゃなくて成功につながってるところは持ってるよね。最後は人工甘味料。
人工甘味料は砂糖のように甘みがするけれども体内で代謝されないのでカロリーにならないというのが特徴で、さらに化合物によるけど甘みも初糖と比べて数百倍からレコードホルダーのもので数十万倍と非常に強いことも特徴だよ。昨今ではダイエット系の食品類を中心に汎用されているよね。そんな人工甘味料の先駆けがサッカリンで、1878年にジョンズ・ホプキンス大学のコンスタンチン・ファールバーグとアイラ・レムセンにより発見されたよ。と言っても発見場所は実験室ではなく、なんと自宅だったよ。自宅？ファールバーグが実験後に帰宅した後にパンを食べた時になぜか異常に甘かったため、自身の手に甘い物質が付着していることに気がつき、それが実験で作った物質のいずれかではないかと察したファールバーグは研究室に戻り、その日に使った実験器具を片っ端から味見したよ。なんと大胆な。それで甘みの原因として特定されたのがサッカリンで、世界初の人工甘味料として広く使われるようになったよ。一時は発がん性が疑われ使われなくなる時期があったけど、現在では発がん性はないものと考えられているよ。もしナイフとフォークで食事してたら気がつかなかったかもしれないんだね。それにしても手に試薬がつきっぱなしだったとは。本人曰く、研究者の義務として実験室を出る際にはしっかり手を洗ったらしいけど、洗い方が足りなかったのか、サッカリンの甘みが強すぎたのか、とにかく手にうっかり付着したまま残ったことから人工甘味料の歴史は始まったよ。人工甘味料にはこのようなうっかりな発見経緯がとても多くて、例えば皇族の人工甘味料であるアスパルテームは米国のサール&カンパニーで、胃潰瘍治療の新薬の開発をしている際に発見されたよ。再結晶用に溶液を加熱濃縮している時に飛び散った試薬がたまたま研究員の指につき、その研究員が薬包紙を取る際にその指を舐めて甘いことに気がつき発見されたよ。確かに紙とか取る時に指を舐める人いるよね。また、スクラロースという人工甘味料はもともと1976年に英国のロンドン大学とテイトライル社が、農薬開発の共同研究をしていた際に合成された化合物なんだけど、教授が学生に作った化合物をテスト、試験しろと言ったのを学生が聞き間違えて、テイスト、味見してしまい、その結果非常に甘いことが分かったという、聞き間違えで発見された人工甘味料だよ。コントかな？時に事実は小説よりもきなり。そんなわけで、異常が失敗から見つかった科学の大発見第2弾だったよ。偶然は世界を動かしてきたんだね。まあ偶然は誰かが拾うもので、今回の登場人物たちが幸運に見舞われなくても、誰かが同じ幸運を拾っていたんだろうとは思うけどね。偶然を拾ってくれた人に感謝だね。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。